Q3 はドイツの自動車メーカー、アウディが製造、販売している自動車である。2011年4月の上海モーターショーで世界初、公開され、その後、同年7月に欧州市場を皮切りに順次発売を開始したアウディ最小の SUV である。プラットフォームはアウディ A3 をベースとして作られているが、車種はキャラクター特性を活かすべく大幅に補強されている。Q7 95の次に開発された SUV であり、フォルクスワーゲン・ティグアムとは、姉妹車関係にあたる。エクステリアは流冷なルーフラインを採用するなどして、エアロダイナミクスを追求した結果、空気抵抗係数0.32というスポーツカーに、匹敵する数値を実現。同時に、軽量化も推し進められ、ボディにはアルミニウムを多用することで、車両重量を 1.610kg に収めている。 エンジンは3種で、ガソリンエンジンは2.0リットル直噴ターボの TFSI となり、出力特性に応じて 170PES と 211PES の2種を用意。アイドリングストップとブレーキエネルギー回生システムが標準となる。一方、ディーゼルの TD はターボを採用して 140PES を発生する。生産はドイツではなく、スペインにある。 フォルクスワーゲン産化、セアト社のマルトレル工場である。なお、Q3 の生産にあたり、同工場は3億3000万ユーロをかけて、回収、約700人の追加雇用を行った。2012年4月23日、北京モーターショーにて、Q3G インロングユフェングを初公開。2012年5月11日、ベターズツアーにて、コンセプトカーの Q3 レッドトラックを初公開。最高出力が 340PS に強化されている。2014年1月9日、北米市場に Q3 を導入すると発表。これまで北米市場には導入されていなかったが、SUV の需要増加に伴って投入を決断した。導入は2014年秋頃の予定。2014年11月10日。 欧州にて改良モデルを発表。フロントグリルのデザインを改めたほかヘッドライトは、キセノンプラスを標準化し、LED データイムランニングライトを組み込んでいる。また、テールランプは LED を使用した。欧州仕様のパワートレインは1.4リットルから2.0リットルのガソリンとディーゼルである。2015年5月13日、GT ミーティングアット、ベルターゼにて、 オフロードスタイルパッケージを初公開。欧州仕様の純正アクセサリーとして設定される。2016年9月15日、欧州にて2度目の改良モデルを発表。フロントバンパーの開口部を拡大し、その下にボディ同色のブレードを配置。グリルはストーングレーで塗装された。また、S ラインにエクステリアパッケージを設定した。 日本市場へは2011年の東京モーターショーでの参考出品を経て2012年5月8日に 211PS 仕様の TFSY-932.0TFSI TF、SI、クアトロ 211PS が追って 170PS 仕様の TFSY-932.0TFSI TF、SI、クアトロ 170PS が発表された。ディーゼルエンジンは日本未導入。 2013年8月20日、仕様変更。アドバンストキーと、以前までオプション扱いだったハイグロスデザインパッケージを、標準装備した。2014年2月18日、200台限定モデル、Q3S、ラインコンペティションを発売。2.0TFSI クアトロ 170PS を、ベースに S、S、ラインパッケージ、ブラックスタイリングパッケージ、 19インチアルミホイールを装備した。2014年8月20日、Q31.4TFSI を設定。駆動方式は、Q シリーズで初の前輪駆動。150PS、250ナノメートルを発揮する、直噴1.24リットルターボエンジンに6速 S、トロニックを組み合わせ燃費性能17.4 k m L を達成する。 2015年2月12日、120台限定モデル、Q3 カラーセレクション、ミサノレッドを発売。1.4TFSI をベースにボディカラーに、ミサノレッドを採用した。2015年5月12日、改良モデルを、同月21日より発売すると発表。パワートレインは1.24リットル直列4、気筒直噴ターボと6段エストロニックを組み合わせる。 FF モデルとして、Q31.4TFSI と、Q31.4TFSI スポーツ、2.0リットル直列、4気筒直噴ターボと7段 S トロニックを、組み合わせるクワトロモデルとして、Q32.0TFSI180PS と、Q32.0TFSI220PS が、用意される。2016年8月23日、 931.4tfsi, 931.4tfsi スポーツ 932.0tfsi180ps の3モデルの価格を10万円値下げした。2017年3月6日、一部仕様を変更。1.4tfsi スポーツと 2.0tfsi クアトロのフロントバンパーを大型化。また、S ラインに、 新たなデザインのフロントバンパーを採用した。2017年9月20日、一部仕様を変更。Q32.0TFSI180PS、Q31.4TFSI スポーツの標準装備と S ラインの内容を充実させた。また、Q32.0TFSI220PS を廃止した。2018年5月7日、125台限定モデル。 Q3S ラインコンペティションを発売。2.0TFS アイクアトロをベースに S ラインパッケージをはじめ専用19インチアルミホイールなどを装備している。2018年7月25日、欧州で2代目を発表。アウディのフラッグシップ SUV である Q8 と共通のデザインを採用。八角形のシングルフレームグリルと大型のサイドエアインテークが特徴で、 ヘッドライトには最新の LED テクノロジーが採用されている。ボディサイズは初代より全長が 97mm 長く、全幅が 25mm 幅広く、ホイールベースが 77mm 伸びた。その結果、室内空間が拡大している。欧州仕様のパワートレインは4、気筒ガソリンターボエンジン3種と4、気筒ディーゼルターボエンジン1種。駆動方式は、 FF とクアトロ。トランスミッションは6速 MT か7速 S トロニックが組み合わされる。先進運転支援システムの装備も充実しており、プレセンスフロントセーフティシステムなどを標準装備している。自動駐車が可能なパークアシストや重列駐車の際にドライバーを支援するクロストラフィックアシストなども装備される。車載コネクティビティでは バーチャルコックピット、海タッチレスポンス、8.8インチの海タッチディスプレイを設定。上級のグレードでは10.1インチで、音声認識コントロールを採用する海ナビゲーションも追加で、標準装備される。さらにオプションで、最大12.3インチのモニターも選択可能となっている。生産は、ハンガリーのジェール工場で行われる。 欧州へのデリバリー開始は2018年11月頃の予定。2018年10月2日、パリモーターショーにて初公開。2019年7月24日、欧州にて Q3 スポートバッグを発表。2代目 Q3 をベースにクーペスタイルをまとったモデルで、前高は2代目 Q3 よりも約 30mm 低くなっている。エクステリアはフロントグリルが ブラック仕上げになっており、リアバンパーは Q3 スポートバック専用のデザインである。2020年7月7日、Q3、Q3 スポートバックを同年8月19日より発売すると発表。グレードは Q3 では1.5リットル時か4、ガソリンターボエンジンを搭載した 35TFSI、35TFSI アドバンスド、 35TFSIS ラインと2.0リットル自家4ディーゼルターボエンジンを搭載した 35TD クアトロアドバンスド 35TD クアトロ S ラインの5種類九3スポートバックでは1.5リットル自家4ガソリンターボエンジンを搭載した 35TFSI35TFSIS ラインと2.0リットル自家4ディーゼルターボエンジンを搭載した 35TD クアトロ、S ラインの3種類。共に、ガソリン車は FF、ディーゼル車はクアトロのみの設定となる。また、トランスミッションは全て7速エストロニックとなっている。ありがとうございます。